まず最初に吉川先生のご略歴等と私小市川の方から、ご紹介させていただきます。まずご略歴の方からですけども、いちいち読み上げませんけれども、こちらの京大の工学部の石油化学科、当時の、量子力学の、一番トップのところですね、そこを卒業なさって、で、その後そこの、工学研究科、一応福井健一先生、たちがいるそういう研究科というか場所だというふうに伺っています。でその後徳島大学の教養部に移られ、で同助教授、そして、長野大学の教養部、教授になられた時に、前後ちょっとわからないですけども、日本 IBM 科学賞を受賞されて、平成4年、長野大学の人間情報学研究科の教授に着任されました。でその後、研究科長を兼任され、調べるとどうも2期務められたようです。で平成10年にここ京都大学理学研究科の教授として着任され、同ルイパスツール大、東京大学工学部、あと、こちらのちょっと北にある福井健一研究記念センターの教授を、兼任されました。でつい最近ですけども、こちらの理学研究科長、これは1期兼任され、昨年ちょうど1年前ですけども、同志社大学の生命医科学部という新しい、学部にご移動されました。そして現在に至ります。でその間クレスト愛好部学術創生といった非常に大きなプロジェクトの代表者を歴任されています。で、ご業績ということで紹介するべきなんですけど、めちゃくちゃ多くて、ちょっと非常に簡単にしかご説明できないんですけども、まず学生院生の頃から院生の前後に研究されていた NMR、 この NMR の理論と臨床という本は初期のバイブルだったそうです。で次に、非線形物理学の研究をなさって、こちらの研究内容は非常に分かりやすい本が2つあるので、これは僕も学生の時よく勉強しましたけど、こちらもぜひとも読んでいただければと思います。でその後同時なんですけども、非平行界面ということで膜の非線形現象、あるいは膜というか界面、ドロップレットですね、それが動くという油虫、油のドロップレットが動くという、そういうモデルの、先生はおもちゃって言ってますけど、今はもうアクティブマザーという感じで時代の先端、先端20年前にそういうのをやっていたと。で、名古屋大学あたりから高分子物理学、DNA のコイルグロビュール変異が一次変異であるっていうことを実験的に世界で初めて示して、その後反極さっていうんですけども、そういう高分子物理をしっかりとしたものにしていきました。で、その頃、それにほぼ同時ぐらいで膜の物理学で、非線形化学と高分子物理、そして膜の物理、この3つを合わせて、生命物理ですね、そういったものを研究展開してきました。で、これら研究の業績の他に、吉川先生 のこれは業績だろう、すごい立派な業績だろうというのは、もう一つ、いくつかあるんですけども、あります。で、それが一つ、非常に多くの弟子がいます。で、これはここ、10年ぐらいのちょっとパソコンの中に入っていた、平たく言えば、吉川県の合宿の写真ですね。で、OB とか、OG の方が、ラボ持ちの方がこう、そこの学生を連れてくるんで、ちょっとした研究会並みの規模になってしまうという、そういう写真です。で、卒業生72名、ちょっと調べてみたんですけど、学生が結局80名、90名ぐらいで、非常に多いです。で、学生、卒業生が多いっていうだけだったら、これは珍しくないと思うんですけども、学生が多いだけかというと、
それだけではなくて、なんとアカデミックに現在40人もいると。で、まあ言ってみればドクターを取ったものが これプラス10人ぐらいで50人以上いるという、まあ、非常にお弟子さんが多いという先生です。で、僕の知る限り、一番ドクターを出している先生が100人を超えて今記録を更新中だっていうのをどこかでお耳に挟んだんで、おそらく吉川先生ももうトップ世界で、あ、今の世界の話です、世界でトップ10とかそのレベルでドクターのうちの弟子が多いんじゃないかなと思います。で、ラボの准教授、助教、ポスドクとかそういった、スタッフの方ですね、それを合わせると、まあ、大体25人なので、まあ、合わせて100人、まあ、なんか物置の上にでもどうなのかという感じですけども、まあ、アカデミックに実に50人以上で、まあ、素晴らしい成果だと思います。で、これは先日というか 先月、すみません、12月年末にやった、退職記念パーティーの模様なんですけども、こんな感じで一声かけると60人集まったという、そういう様子です。で、まあそんな吉川先生、公的な趣味は何ですかと聞いたら多分研究だとかなんか言ってしまいそうなので、ちょっとここで私的な趣味を2つ紹介しておきます。で、一つはラボメンバー OB あるいは OG の赤子写真収集非常に多くの、まあ、ラボメンバーと OB と OG がいるので、まあ、その方々のお子さんっていうのがたくさんいるわけなんですけども、教授室の入り口とかにこう送ってきた写真をベタベタ貼ってるんですけど、一時期ドアが全部赤子の写真で埋まっていました。で、もう一つは、奥様と山ボーイの漫画をしていると、年賀状に書いてあったのでちょっと載せましたけど、まあ、このような吉川先生のありがとうございます。どうも、今日はお忙しい中多数集まっていただいてありがとうございます。どういう話をさせていただこうかなというかに、最初思ったんですが、今日はこれからどんな仕事をしたいかという気持ちを込めまして、あまり開国ロックではなくて、こんなことをこれからしてみたいという夢の話をさせていただけたらありがたいなと思っています。で、タイトルは生命物理学展望というタイトルにさせていただきました。で、で、今日の話では2つほど的を絞ってお話ししたいと。これ生物物理じゃなくて生命物理という側に行った訳をちょっとお話が終わった後理解していただければありがたいなということです。で、一つは生物を考えるときにやはり DNA あたりが基本になります。セントラルドグマというわけで DNA ですが、皆さんの体の中には46本、全ての細胞に46本の DNA があって、各々が数センチあると、そういう DNA の物性です。で、ポイントはクリティカリティ、スーパークリティカルかサブクリティカルだと。別な言葉で言うと連続転移か不連続転移かと。で、実は高分子物理の常識は連続転移だったんですが、まあ、先ほど市川さんが紹介してくれたように、長い DNA の場合はサブクリティカルになっているというのは一つのポイントです。まあ、だからこれは、物理としての面白さがやはり生物の中にやはり隠れたという話をさせていただきます。で、もう一つは皆さん体が形成される理由がなぜかと。で、一つの細胞は、目もないし自分がどの位置にあるかわからないんですが、それで体ができるというわけで、ネーバリング相互作用を入れて、細胞 の中の、活動度を例えばアクティベーターとかインヒビターの化学物質を反応を考えて、反応拡散方程式の枠組みで考えると。で、それで例えば言葉はご存知ですがと思うんですが、チューリングインスタビリティ、チューリング不安定性で
我々の体のパターンが決まったりするというような仮説が出されていますが、それのモデルはここで見たら分かりますよ。ラプラシアンは空間連続であると。で、私の話は空間連続というのは、まあ、ある近似である現象、少数の現象は説明できるかも分からないけども、生命現象を考える場合にはこのラプラシアンの中が細胞ごとの集まりであるディスクリートネスが決定的に効いているだろうということをこの間考えてきて、まあ、このあたりをこれからまださらに発展させていきたいという形で、まあ、この2つの話に的を絞って今日はお話しさせていただきたいなと思っています。で、問題意識はまず、最初の問題ですね。 DNA からどのようにして、体ができているかと。で、 DNA があって、このあたりまではセントラルドグマの中でここ半世紀余りの間ワトソン・クリックの二重らせんが出て、それがタンパク質にどう関係あるかと。で、タンパク質のアミノ酸配列が分かれば高次構造はどう決まるかと。このあたり構造生物学という学問ですね。このあたりかなり進んできたんですが、やはりまだここの辺あたりが全く分かっていないということで、まず、紐の情報からなぜ体が作られているか。で、ポイントは紐の中にある情報の中の細胞分解によって、皆さんの体の中で心臓細胞とか神経細胞とか皮膚の細胞とかが皆同じ DNA を持っていると。全く同じリードオンリーメモリーであるのになぜ細胞がそれぞれ役割分担を、それぞれの体の中で役割分担ができるように選択的に情報を読み取られているのかと。ですからよく DNA の中に制御タンパクがあるとか、あるいは制御因子があるかと言いますけども、生きてる状態はシステムですから、一つの物質を制御物質ということ自体が言葉の誤りなんです。それを言う言葉遣いは本当はしてはいけないんですけども、今までの生命科学ではそういう言葉遣いされているので、物理の立場からはそこはきちっと考え直す方がいいだろうということです。で、遺伝子が分かれば機能が分かるんじゃないかということで、ヒューマンゲノムプロジェクトという中などでたくさんの研究がしてきまして、我々は現時点では DNA の塩基配列についてはかなりの情報が溜まってきております。ところがそれがどのように体の中でこの遺伝子が働いてこういう自律的な体が作られているかというのに関しては、やはりまだまだ道が遠いというのが皆さんも感じられている現状じゃないかと思います。で、問題は要するに多くの場合遺伝子が因果関係の原因であるという思い込みが多くの場合あるんですね。これはやはり最近の生命科学の中で見ましても、これはどうもこういう単純な因果関係では生命を起立できないんじゃないかというように思われ出しているような気がします。で、例えばかつてこういう議論が多くあったのは、遺伝子を変異させた時に何か性質が変わると、そういう時にこれを原因遺伝子であると、ある部分を原因遺伝子であるというロジックがかなり流行した時期がありました。今でも新聞記事とか見ますとそういう記事が書いて散見されますが、やはりそれは非常に問題があります。例えば時計遺伝子を例にとって話をすると分かりやすいんですが、何かあるところを崩したら24時間のリズムが30時間になったとか、リズムが壊れたと。で、それで時計遺伝子という名前をつけると、まあ、本当はもう少しいろんな研究をやられているんですけど、まあ、例えばそういう面があります。だからクロックとかタイムとかペリオドとか名前のついた遺伝子がたくさん知られています。ところが皆さんの時計を見ますと、ただ電池がなくなってきても時計狂うんですね。だから遺伝子を壊して代謝経路がおかしくなってエネルギー供給がちょっとまずくなって時計が狂うということがよくあるわけで、それは我々はよく知っていることです。だから時計というのはシステムであるので、針が曲がったり電池を消耗したりしても、当然のことながら時計が狂ってしまう。だからだけども生物の場合はかつてはここ10年20年のごく最近のかつてですが、はやはり遺伝子を壊して何か変化あれば原因遺伝子というロジックで考える場合が多かった。で、今はその反省はだいぶ出てきていると思いますが、それが学問の現状だと思います。ですから遺伝子が変化して何か変化があったとしても、これは
因果関係ではなくて相関関係であって、やはりシステムダイナミクスを解けたことにはなってないということです。その辺が問題意識です。で、そういうわけで、どうも遺伝子だけ見たらわからないわけで、ごく最近特に生命科学の専門家の方、ここで何人か参加していただいてますけども、こういうもうたくさんの鍵と鍵穴の関係を入れて、何百というものを入れて、これで連立微分方程式、基本的には連立の常微分方程式で、なんか生物のある部分が再現できたという学問が非常に盛んになっています。でこれはまあこれでこういう学問があっても私はいいと思うんですけども、物理の立場としてはこれでは本質が見えないだろうと。やっぱりコアとなるものをやはり何か見つけたいというのは私の願望です。今もこれからもそれを解いていきたいということですが、今日はその中で少なくとも私たちの研究で分かってきたことの一部を言って、今後目指すべき方向を、まあ、私なりの考え方を述べさせていただきたいと言っています、思っています。で先ほどのようなシステムズバイオロでよく出てくるような非常に複雑なネットワーク でそこにたくさん複合方程式を連立微分方程式考えたら、まあ、自己制御するシステムが作れるんじゃないかという淡い期待を持っている人がある程度おられると思います。果たしてそれが可能かということは問題意識です。でところが先ほどのシステムズバイオロの多く の数理的な前提に極めて重要な問題点があります。例えば、例えば制御因子という言葉自体がやはり問題がありますし、それから、我々の体の中に2万個の遺伝子があるので、例えばその中で、まあ、どっかが読み取られたその下流が次々読まれて取られるとしても、例えば洗脳オーダーの制御因子を考えなきゃいけない。そういう洗脳オーダーの遺伝子がしかもベルダーコンベアの中で次々つながってない、もう混然とした状態でそれぞれの分子はブラウン運動をしていると。その中で、それらのものが別々の変数として、独立の微分方程式を連立微分方程式を解くこと自体が果たして本質を解くことにつながっているのかということがあります。でさらに深刻なことは、2万個の遺伝子のほとんどが1個ずつしかありません。遺伝子というのはタンパク質情報だと思ってください。皆さんの体に2万個のタンパク質情報があるんです。でそれをに対して、読み取る部位についたりついてつかなかったりして、この遺伝子が読み取られるというのが今 のシステムズバイオロジーと言われているものの基本的な枠組みです。ところがこれ鍵穴が1個ずつなんですね。ほとんどのものが2万個が、ということは先ほどこういったものを濃度で表して、性科学的な濃度と A という物質と B と、あるいは鍵というのと鍵穴がそれぞれ濃度で表して、濃度の積で反応速度を表されるという枠組みで、実は細胞空間で完璧に崩れているわけです。だから変数空間をは実数連続じゃなくして 0,1,2,3 と小数の数なんですね。だからそういったもので、であるのに、それを全部連続実数連続な濃度というものを置き換えて100個の連立微分方程式とこういうことに果たして意味があるのかという非常に深刻な問題があります。でその辺がこの辺りですね。基本的にはヤコブ・ボーノなんか提案した後で速度式が出てきますが、それが使われているんですが、そこで使われている変数は実数の密度のある変数です。でそういうわけで、そういう問題点を解くためにどうしたらいいかというわけで、DNA という分子の実像にちょっと 迫ろうじゃないかと。で皆さん教科書を見ますと、この二重らせん構造がよく知られてますね。でこれを見ると非常に硬く見えます。ところがこういう硬いものも長くなるとこのように熱由来の中で曲がってきます。これは非常に重要なところで、これ私が国際会議で何回でもスーツケースで持ち歩いてるものなんですけど、二重らせんの100塩基対ぐらい、あるいは一つのタンパク質の情報が詰まった200塩基対ぐらいの長さというのは硬いんですね。熱揺らぎでも曲がりません。ところが長くなるとこう当然ほとんど力を入れなくても曲がりますから、この硬さというのは長さに依存するんですね。
だから断片化した DNA というのは硬い棒のようなものですけれども、皆さんの体の中にある DNA は長いわけで、先ほど申しましたように皆さんの体の中にある DNA は一本一本は数センチメートルあります。大腸菌でも数ミリの全長があるんですね。でそういうものはもう熱量なくてふにゃふにゃっとした曲がるものになります。でポイントはその時にこれ断片化した DNA の原子間顕微鏡像で、これは長い DNA、 この場合はだいたい全長が300ミクロンの DNA です。 0.8 メガベースペアの DNA ですが、容器条件を全く同じ容器条件にしてありますが、このように明らかに存在様式が変わってきてますね。見かけ上の DNA 濃度と溶液条件同じに揃えても、このように構造が全く違うようになってきます。で、簡単な高分子物理の理論にいきますと、こういうようにランダムウォークしたモデルというのは、持続長の2倍をクーンレングスとしますと、クーンレングスの長さだけ、まっすぐ伸びて、自由連結で立体角どの方向でも曲がるというモデルで近似することができます。そういうわけで、基本的にはこれは分子の長さというかにしてもいいですし、クーンレングスのクーン長のセグメントの数と考えてもどちらも同じなんですが、それの5分の3乗にスケールしてこのサイズが決まります。でこれは理想差の場合は皆さんご存じのように2分の1乗によってスケールすると、例えば普通のランダムウォークだったら歩数 の2分の1乗にスケールして広がっていきますよね。ランダムウォーク普通のガウス関数です。それと同じに考えていただいたらいいので、これが歩数、長さが歩数に比例すると考えたら、理想差の場合はこれ 0.5 乗なんですが、理想差にするとこれとこれが重なったところが一番確率は高くなりますので、実は重なることはできないという条件を入れますと 0.6 乗のスケーリングが自然に出てきます。これ繰り込み論を使います。自然に出てくるというわけで、このランダムウォークした DNA が溶液に溶けていると全長の5分の3乗にスケールした広がりを持つようになります。でこのあたりはよく知られていたこと であと凝縮状態にしますと、この凝縮状態の中はこの中にのセグメント数、要素の数にがとボリュームがスケールするということでありますから、ボリュームは R の3乗にスケールしますから、このサイズは要素の数の3分の1乗にスケールするということが出てきます。でこれで簡単な計算をしています。そうしますと DNA の場合はだいたいクーン長が100ナノメーター、これは何かと言いますと、700塩基対が350塩基対がクーン長になります。だそれが100ナノミーター、0.1 ミクロン。0.1 ミクロンに行くと、この角度とこの角度の相関がほぼ消えるというのが空運長になります。だから、そこいうところで、立体角がどの角度に曲がってもいい自由連結差のモデルと一致するようになるというのが空運長の長さになるわけで。で、それで DNA は実はこの厚みが、この直径が2ナノメーターです。この直径が2ナノメーターですので、面積は約4ナノメーター、平方メートルということですから、4ナノメーター2乗になりますから、それをこの式に入れて密度比を取ってみますと、10の5乗が出てきます。すなわち長い DNA、30キロ塩基図ぐらいの長い DNA になってくると、密度差がこことここで理論的には、10万倍の密度差が出てきてもいいということになります。これがまず凝縮状態 と広がった状態の理論的な密度の予測です。でポイントはそれが連続か不連続かということになるわけですが、もう一度繰り返しますと、今言ったことをもう一度繰り返しますと、これがランダムウォークによるガウス関数のログを取ったものが自由エネルギーにスケールすると、そこに2体のセグメント間の相互作用を入れまして、そこで、フレーナージミニマムと5分の3乗のスケーリング速が出てきます。で一方凝縮状態は3分の1のスケーリング速が出てくると
というわけで、この状態の間でどうパラメータを変えていった場合、例えばこのセグメント間に引力が少しずつ増えていった場合に、この転移は連続か不連続かということがポイントなんですね。で、私どもが研究する以前は非常に一般的に公文子の折りたたみというのはこういう相図で書かれますと言いました。で、横軸は何かというと公文子の濃度で、縦軸は何かというとセグメント同士が引力的であるか積力的であるかと。で、上に行くとグッドと書いてます。グッドソルベント条件というのは、ポリマーの紐があると両溶媒条件というのはこれ同士がひっつくよりは両媒に全部囲まれた方がいいということになりますので、別の両溶媒条件は別の言い方をすると引力ということになります。セグメント状態が引力での両溶媒条件、これ高分子物理学のジャーゴンですけれども、両溶媒条件というのは、セグメント同士が、ごめんなさい、セグメント同士が積力にあると、だからこう広がった方がいいと。でセグメント同士が引力であるのは頻溶媒条件、プアソルベントという言い方を高分子物理ではします。というわけで、こちらに行くと凝縮力が強くなると。でこの相図を見ていただいたら分かるように、あるいは皆さんの日常でもご存知のように、高分子溶液というのはアイソトロピックに溶けた状態と固まった状態で一次相転を起こします。これ先祖のちゃんと測れるんですね。だからここは一次相転が起こ、非常に一般的にナイロンでも何でも大抵起こるということはよく知られてたわけで、これはもう、フローリーとかドゥジャンとかの本にもう非常にはっきり書いてある、どこでも載っているようなことなんですね。ところが面白いことに、高分子の濃度がゼロになるに従ってこのバイモーダルラインが逃げるというのが従来の常識だったんですね。バイモーダルラインが逃げるというのは一次相転でなくなると。なぜかと、理由は簡単なんです。要するにこう空間相関を持った紐がこうあると。でそういったものが、例えばこのセグメントが 0.1kbt の引力があると、非常に弱い引力条件、非常に弱い頻溶媒条件、こことここがポイントで接したら 0.1kbt であるという引力があるときには、こういう紐があったら1箇所か2箇所パッとコンタクトができて、また揺らぎの中で離れますよね。で今度は 0.5kbt ぐらいの引力だったらこのコンタクトが増えていきますよね。だから紐である限り必ず緩慢転移になると。要するに2点のコンタクトはちょっとずつ増えていくと、引力が強くなって、だから紐である限りは必ず緩慢転移であるというのが1990年前後の確立した考え方でした。より高分子物理の詳しい方でのことで言いますと、実はフローリー・ハギンスのもので光子モデルで3次元の光子を作って、これ分配関数厳密計算できます。で厳密計算すると必ず緩慢転移になるというのがもう結論が出たんですね。だから一分子になると一次相転が消滅するというのは常識で、今でも多くの高分子物理の教科書はこれの相図しかない場合が多いです。だからこういう平等です。要するに2点ペアワイズのコンタクターの数が少しずつ引力が増えていくというわけで、緩慢転移に必ずなるであろうというわけですね。で一方実際に DNA も含めて、これは多分非常に DNA でよく研究されているウィズム・ボールディン人が1983年だいぶ昔ですけども、まあ、2段の論文いっぱいあるんですけども、この論文に書いてあるように DNA のコンデンセーション折りたたみ転移は2ステートではないと、要するにオール・オア・ナンではないと、まあ、別の言葉で言う、我々の物理学者の言葉で言うと一次相転ではないということです。それからトランディションフォーザー、同じことを言うて、トランディションフォーザーモノキュラ一分子の凝縮は必ずディフューズになると、必ず連続的であると。だからスーパークリティカルであるという言い方をしてもいいかも分かりませんが、溶媒条件が変わっていくとこのサイズがこのように徐々に変化すると、あるいはフリーエナージーミニマムでいうと広がった状態で凝縮状態で連続的に変化すると、これが高分子物理的な理論の常識でもあったし実験の常識でもあったと。これが1990年
あるいは90年の半ばぐらいまでの現状だったわけです。で実際長い DNA、 これ全長56ミクロの DNA ですが、一部に測定やってみて分かったのは、これは実は凝縮剤4価のポリアミンを DNA に加えて溶液中で見ている蛍光顕微鏡像なんですが、結論から言いますと、このように伸びた状態の DNA があって、これを加えていくとこちら側に凝縮状態が出てきて、これがボルツマン分布すると、これこちらに行けば行くほど、頻溶媒条件、このセグメント同士の引力が強くなると考えてください。プラスチャージ4価のものを加えるほど、これ引力効が強くなると考えていただいたら分かるように、これで分かるように一本一本のポリマーはオールワンナン、一次相転移であると。ただこれとこれとは、ボルツマン分布すると。ここまでいくと物理の習った1年生で分かる話なんですね。一本の紐だから、実はこれセグメントの数で大体500から1000のオーダーなんです。これぐらいの分子ですと。だから中心極限定理が成り立ちませんから、一次相転移だからけどバイモーダル、いわゆる2つのジュエネルミニマムがあるわけですね。1つの分子あたりで、普通は揺らぎがあっても中心極限定理でアボガドロ数要素があれば1点になるというのが、状態数が揺らがず1点になるような皆さん習われているところ、大学1年生になるわけですね。ところが要素の数はその数だけないということですから、バイモーダルで2つのフリーエナージーミニマムがあって、それが徐々に変化するという平等で、こことここではボルツマン分布するのは分かったわけですね。だから結論から言いますと、転移は一次相転移であるけれども、アンサンブルの物理量を測る、例えばこの溶液にの光散乱を測って光濁り度を測ると、そうすると緩慢転移になっちゃうわけですね。アンサンブルは緩慢になるわけだ。例えば粘度測定しても緩慢転移になると。ところが一本一本の紐はオールワンナンの一次相転移であるという物性を DNA で、長い DNA を持っていったということになります。でただ重要なことは、短く断片化しますと、例えば1キロ塩基対ぐらいのにしますと要素の数が3個4個になりますから、例えば皆さんで水のクラスターで 3分子の水のクラスターというのは一次相転を起こさないませんから、絶対それはもう一次相転に現れません。要素の数が数百以上を超えて初めて一次相転だと、これはもう当たり前のことなんですけどね。だから分子生物学で使うのは大体10キロ塩基対までが多いので、そういう DNA はほとんど不連続転移はもう消えてます、性質が。とか皆さんの体の中の DNA は十分の長さがあるということなんですね。でこれはそれを今度はゲルの状態とどう違うかというのを調べたものです。でちょっと分かりにくいんですが、これは実は縦軸がゲルの体積のログです。体積のログで、これゲルも DNA で、実はゲルを我々共同研究を作りまして、先ほど出てきたようなポリアミン、プラスチャージを持った、この場合プラス酸化を持ったアミンを加えていくと徐々に引力が強くなっていきます。ゲルの場合はこうなります。だからまあ不連続転移なんですけども、ゲルの場合はボリュームはだいたい一桁ぐらいの違う不連続転移です。で DNA の場合は実はこうなります。ゲルというのはあちこち端掛けがあるんですね。同じ素材で長い DNA を取るとボリュームがこうなって、ここに急激に変化します。でここは共存領域ですので、あるいはこれもこれを一分速度で見たものもこれですが、共存領域ですので、これを光散乱とか濁り度とかで見ますと、ここは徐々に非常にシャープだけども不連続のように見えます。いいですか。ゲルはマクロに見て不連続に見えるんですけども、 DNA が多分100分子1000分子あると連続のように見えます。ところが一つの分子は、実はこれ見たら分かるように、大体5桁から6桁密度変化が出てきます。皆さんよくご存知の溶液の水と水蒸気は密度変化が2000倍です。1モルが18ミリリッターですから、18グラム、それが 22.4 リットルで100度 C だからちょっと膨張しますが、大体200倍、あ2000倍。
でそれよりも1桁あるいは2桁大きいのが長い DNA のボリューム転移であると。でなおこのゲルが不連続転移をするというのは皆さん年配の方ご存知の MIT に出た田中東一さんが世界で初めてゲルで体積相転移が不連続であると一位相転であると今のソフトマター物理の走りを彼に作ってくれたんですね。でさいろんな議論があったんですけど結論から言うとゲルになった場合には過電の効果がなければ緩慢転移になるというのは今の結論です。学問的ないろんな論争あったんですけどね。だゲルが不連続性を示すのは過電を持った高分子であって対イオンを含めての効果で初めて出てくるというのが今の落着点です。だからゲルの場合はあくまで過電がなって初めて不連続性があると、まあ、実はこれ DNA だから両方の効果はいつもマッチしてるんですけどね。で後で言いますように DNA の場合は不連続セミフレキシビリティこれが細くて硬い細くて長い分子であるというところ でまず一次相転移性が出てそこに過電高分子の効果が付け加わるということになりますので同じような不連続であってもその物理的なメカニズムは実は違います。ただ今日はそこに言うとややこしくなるのでこの辺りにしておきますが、でこれはそれを解析したもので、一応省いておきましょう。でしかも一次相転移ですからアイソトロピックな層から、凝縮状態細長いものが凝縮するから実は多形が出てきます。折りたたまれた DNA の多形でこれはそれを電子顕微鏡で見たものでこれは私が紐でくるくるっと巻いてモデルを作ったものです。コンピューター空間じゃなくて実空間でモデルを作ろうと思って遊びで作ったものです。こういったものをある程度デザインして作ることができるようにもなってきてます。で次に出てくるのはその転移がどういうような性質を持っているかということを見ていきますと、これは先ほど DNA にポリアミンを加えて濃度を上げてセグメント引力が起こるようにすると酸化プラス3ですね、徐々に折りたたまれたものが増えていくと、これはボルツマン分布であるというわけです。でこの状態にしておいて止めておいて温度を変えると何が出てくるかというと温度が高い方が凝縮層になります。普通は多くの場合は高温側がディスパースですよね、低温側が凝縮ですよね。でこれは高温側がコンデンス、低温がディスパースになります。でなぜかとこれはいうことになるんですが、これは実際の DNA を見たもので一分子測定しますと高温側でするとみんな凍りたたまれてます。低温側にすると広がっていくと、だからオゾン依存性は高温側の方が凝縮するという性質をこの条件では持っています。で、細かいことは省きますが実はそれはやはり対イオンの効果を考える必要がありまして、ポイントは、プラス3が来ますと凝縮するときに、プラス3が引き継ぐことによって3個の1回イオンを放出できるということでありますので、そこで平均エントロピーのを獲得して凝縮側が高温側が安定になると、すなわち DNA はこちらの方がエントロピーは小さいんですが水温を含めたシステムのエントロピーはこちらの方が大きいと。要するに DNA に関しては紐はここだけども水温はもう例えば100キロ塩基対だったら100キロ10万個の対イオンがあるわけですから、その動きでシステムのフリーエナジーが決まるというわけです。だから DNA の場合は非常に重要なやはり重要なように見積もるときにこの構造だけでなしに対イオンのがどういう空間的な分布をしてどういう、分配関数になっているかということを見積もるというのが決定的に重要になります。でそういうわけで高温側が好まれるわけですし、これで見たらお分かりのようにもともとここにソルトが多くあると核と優れエントロピーが少なくなるので実はソルトを加えるとほどかられます。普通のデバイ筆記の平等と違って普通のデバイ筆記の静電斜辺が例えば3価と1価が加算的ですね、加算的で3価だったら3の10の9の重率でかかるのはデバイ筆記の平等です。ところがこの折りたたみ点は1価と3価は阻害的なんですね。3価によって折りたたみは1価があると実は折りたたまれなくなる、ほどかれると。
で、それは今言いましたように水温の変子エントロピーを入れることによってほぼ実験事実をきちんと説明できるということになります。で、まあ、これは実際実験でそれでも確認した分です。で、一方細胞の中は1ミリリットルあたり 0.3 から 0.5 グラムのタンパク質が DNA で埋まってます。ものすごい混雑してます。で、その混雑環境をやはり水によく溶けるポリエチレングリコールを加えてみますと、この場合はポリエチレングリコールをたくさん加えると実は重なりのまで加えると DNA が凝縮するんですが、その時にはソルトがたくさんある方が凝縮されます。当たり前のことで、たくさんソルトがあると凝縮する時にバルクからソルトを引きつけて電気的に中性化してコンパクションするわけですから、変子エントロピーを失いながら凝縮せざるを得ません。ということはソルト濃度が高い方が凝縮しやすいと。だから先ほどの酸化による凝縮によるソルトの効果とは全く逆になります。で、温度効果も全く逆転します。というわけで、まあ、DNA の折りたたみについてはそういう形で場の情報が非常に可電構分子であるから場の情報が重要であるということで、例えば、同じような溶液に ATP をと ADP という形で見ますと、ポリアミンがありますと、これも ATP もポリカチオンを加えた場合に ATP も3価とか4価のポリアミンをバウンドしますから、実行濃度がポリアミンの実行濃度が減ります。で、そのためにATP を加えた場合には非常にほどかれやすくなるというようなことを示すことができます。で、そういうわけで、例えば ATP を加水分解させるとほどかれ出た DNA がコンパクションすると、すなわち新栄養条件になると DNA が凝縮しますよと、栄養がリッチな条件で DNA がほどかれますよということが出てきます。同じようなことは RNA でも言いまして、 RNA があると、まあ、細かく省きますが RNA があると DNA がほどかれやすくなります。当たり前のことで、プラスチャージが持った多価値オンが RNA のポリアニオンですから自分の方を取りますので、 DNA にバウンドする量、すなわちアクティビティが減ります。化学のことではアクティビティの実行濃度をアクティビティというんですけども、で、そのために RNA が増えるとほどけるということが出てきます。で、ここまで来ると、あ、どうも折りたたみ転移と細胞内の栄養状態とか転写状態とが直接関係ありそうだなという仮説ができますよね。で、そういうわけで、生物より生物に関係するような議論をしていきますと、これは、長い DNA と短い DNA で同じ塩基配列を持った領域があるものについて、転写活性を見たものです。で、実はこれは津本とフランソワに書いてあるね。実はフランソワが今日も来てくれてまして、彼はストラスブール大学から来て学位取ってくれて、どっかに座ってくれてると思いますが、彼が津本君と一緒にやってくれた仕事で、横軸がこれはスペルミン、先ほどから何回も出てるポリアミンを加えて凝縮させた場合、これは混雑効果で凝縮させた場合です。で、これ縦軸は転写活性、 RNA がどれぐらいこの DNA から作られているかというのを酵素と基質を入れてみたものですね。で、ポリアミンを入れると、ここの長い DNA の場合はここのところで凝縮しますので折りたたまれますので、全く完璧にサイレントになります。 RNA 合成が全く起こらなくなります。ところが身近な DNA、 分子生物学者が好むんで使う身近な DNA にしますと、活性は減るんですけども、インヒビションにはなりません。転写は続いてます。で、同じことは混雑効果による折りたたみでも言えまして、ここのところは完璧にインヒビションがかかります。ところがここは、読み取りが起こっていると。さらに先ほど私数由来機が深刻だと言いましたね。細胞の中では2万個の遺伝子をどうレギュレートするかとか、数由来機が重要だと。いわゆる濃度は使えない、多くの場合ターゲットは1個だけですから。ところが DNA の折りたたみというのは、これはあるサイズで初めて起こる現象ですので、揺らぎが消えてこういう折りたたみが起こると完璧にインヒビションを起こすと。
でしかもこれを起こすためには100キロ塩基図とか1メガ塩基図のサイズが必要になりますので、この中には数十個とか数百個の寺院が埋もれていると。で数百個の寺院が埋もれている領域が完璧にインヒビットになると。この領域は何かというと、この領域は先ほどから出ている、共存領域に対応します。で折りたたまれたものが増えていけば徐々に活性が減っていくということになるんですね。でここまでいくと、あ、 DNA 全体で、あ、まあ、これは省きますね、 DNA 全体でオンオフが起こるということであれば、それはロバストであるかも分からないけど、我々2万個の遺伝子全部をサイレントしたら生きていけませんから、でどういうことを考えたらいいかということなんですが、それは結論から言うと部分相分離なんですね。なぜ部分相分離が起こるかと、話はものすごい簡単で、ちょっと荒っぽい議論を今日しておきますが、凝縮状態、引力がある状態であれば、引力がこう凝縮状態になると、この引力の数というのは要素の数にまずスケールしてマイナスになりますよね、1に。いわゆるボリュームエナジーです。でそれに対して、これは3分の14の表面、こうだから表面エネルギーは不安定の方ですね。それだけだったらこうなって、数が増えにしたってこうなってこういう側に行きますか、普通皆さんよく知っているニュークリエーショングルースですね。ところが、DNA があって、もしここの荷電チューバーが不十分だとしますと、凝縮状態で。そうすると、R 分の9の事情の9というのは残留荷電です。の空論不安定性が起こりますよね。で、こういうことが起こりますと、9が N にスケールするとすると、こんな簡単なグラフをかけて、あるところでこの荷電の残留荷電の量に依存してスプリットしだすということは理論的に予想できます。でこれは非常に雑な議論で、本当は、今も福井センターの研究をしてくフェローをしている岩城君なんかが水温の効果を入れてもう少しちゃんとした取り扱いしても同じ議論ができるという論文はすでに出してますので、まあ、今日はこの雑な議論で話をしておきます。というわけで、残留荷電に応じてスプリットして凝縮した部分と非常に硬く凝縮した部分と伸びた部分が共存するというのは DNA が非常に一般的に示していい性質だというのが分かります。で実際、細胞の中にある皆さん細胞の中にあるポリカチオンであるヒストンを加えて、実はヒストン H1 というものだけ加えてみますと、実はこのようにパワーリング構造がきれいに出てくる。これ全体が165キロ塩基対で、それぞれの部分が20、30キロ塩基対の DNA が集まっているというもので、このは実は DNA の完全中和をしていない条件になっています。そうしますと、部分相分離構造が自然に現れると。で、まとめますと、DNA があったときにオールワンなんで起こる条件があって、こういう全てが折りたたまる条件もあれば、部分相分離が起こってこうなる条件もあれば、あと部分相分離と伸びた条件、それから伸びたものと部分相分離、あ、コンパクションしたものと部分相分離混ざってこういくと、この3つのルートを取り入れると、長い DNA の場合は。でいずれもこの状態を通りますので、そういう液の光散乱とか粘度測定するといつでも緩慢転移に見えるというシナリオだったというのが分かったわけですね。で、まあ、これは省きましょう。で実際これ大腸菌のゲノム DNA を取ってきて、数ミリの長さ、センチメートル近い長さありますが、それをこの溶液中で大腸菌を殺してパンクさせて、そこでレーザーツイザーで DNA ビューッと引っ張ってみた分です。でこちらは何かというと体数増殖期、要するに倍々で大腸菌増える想定 の大腸菌の核のがスーッと伸びるという実例です。でこちら側は静止期、ステーショナリーフェースでもう増えてもうそれ以上細胞分裂をやめた場合、で核ゲノムを見ますとちゃんと引き伸ばしてみると硬く凝縮した部位と伸びた部位が共存しているというのは非常にはっきり見えています。でしかもこちらの方が凝縮した部位が多いと。
ということがこの実験できれいに見えています。というわけで、ですが今度は我々の場合は大腸菌は核がないので脂質素のタンパクを使ったのでより我々に近い条件の、脂質素のタンパクを作って凝縮させると。でこれは生命科学の竹安健との共同研究ですが、でこれで、脂質素を加えていくと、竹安健ではもう我々とやる以前にこんな、500個ぐらいニュークレオソームがついた。ニュークレオソームには実は皆さんの体の中にはヒストンというものがあって、コアヒストンというものがあって、ボールナノ、またナノスフェアですの周りに2回 DNA がくるっと回ったのが一つのユニットで、それが集まってきて皆さんの染色体が作られているということが分かっているんですが、でそれはの長い DNA での再構成系を竹安健でやってたんですが、でしかも竹安健では AFM 測定が得意なのでいつも測定していて、これをちょっとずつ凝縮条件するといつも見えなくなると、あるところで急に見えなくなるという話を聞いたんですね、議論する間に。でよくよく話してみると、何か見えてませんかといったらゴミが見えてる。でそこで条件をよく調べてみて、測定条件を見てもらうと、この状態が非常にできやすいということが分かりました。すなわちニュークレオソームのヒストンの数を DNA に関してちょっと増やしていくと、これから急にここへ飛ぶと。でその中間でギュッと凝縮した場合とほどけた部位があるというのが分かってきました。で AFM の場合はこの非常にナノスフェアを見るために非常に触診の数をデリケートに動かしますから、こんな大きな塊がゴミに見えちゃうんですね。で実際はゴミじゃなくして凝縮体であるということが分かって、これはまあ共同研究でまとめたんですけどね。でこうなってみますと、この形からそれぞれ空間の距離の分布関数が分かりますから、この分布関数から見かけ上 のペアワイズの引力を出して、で数を増えたら これがどういう状態が安定かというのは平均まで簡単に計算できます。で計算してみますと、ニュークレオソームの数を増やして同じ DNA の長さでニュークレオソームの数を400、500、600と増やしていくと、これ縦軸フレーナージなんですが、完全にほどけた状態から共存状態、一本の鎖の中でギュッと縮んだ場合と伸びた場合、それから、全部が縮んだ場合という形のフレーナージが変化するのは、これの見かけ上のこれの分布関数からこれが計算できまして、これそれを計算したのはこの非常に簡単な平均場です。それがまあほぼ実験の傾向を再現できるというのが分かりました。で別の繰り返しますと、皆さんの体の中のクロマチンというのも部分総分量、まあ、残留過程においてですが部分総分量を起こせると。で部分総分量のスケールというのは100キロ塩基対からメガ塩基対ぐらいで、遺伝子の数と数十個とか数百個が全部がオンになるかオフになるかということに関係する可能性が高い。まだ今の段階では仮説です。でそういうわけで現時点での作業仮説は、DNA の凝縮転移というのは、例えば細胞分化した後の細胞、皮膚細胞とか神経細胞になった場合、ここの部位は不変であって、これは固く凝縮していると、一次相転移でこれが固く凝縮していると。でほどけた部分があって、ほどけた部分は、分子生物学者が今までよく調べてきた転写因子とかそういう核とかギャンが働いて、活性が調節されていると。だから別のことで言われると、ここはここのこの固く凝縮しているかしないかというのはロバストな制御であって、鍵と鍵穴はファジーな制御であると。これは実際は生化学者に言われるととんでもない言葉遣いになるんですね。生化学者は鍵と鍵穴こそロバストだと思っているんですけども、ただ皆さんよく知っているように、例えば免疫反応というのはだいたい数パーセント誤りがいつもあるというのは生物科学者自体がよく知ってる話なんですね。だから鍵とか鍵内のいつも揺らぎがあるんですね。だから今システムズバイオロジーの人主としてターゲットとしているこの部分に関しては、これはファジーな制御であって、細胞分化の制御はとかがんに関係するのはこれの高次構造転移がやはり一番重要であろうと、これいうような仮説を考えてます。だけどこれはほとんどこれから検証はこれからの課題です。あくまで
私が言ったかいうのは、生命科学者はまず信じてない説ですので、あんまり信用しないでください。あくまでこれバカ話をしているというぐらいに思っておいてください。まあ、物理サイドで言えばこんなことが可能性があると言えるんじゃないかなということです。で、ちょっとだけ 1,2 分だけ横脇道にそろえて、多少今日の主題である生命物理学という話に関係する話をさせていただきます。実は私は iPAC の iPAP、 より有名なのは iPAC なんですね。 iPAC ピュア&アパライドケミスリー、これはすごい権力を持っていて、いろんな今も iPAP と iPAC でなかなか話をして、 iPAC が譲ってくれないような原子の命名法で、原子の命名は iPAC が今命名権を持って、最終的な判定権があって、 iPAP 持ってませんで、おかしいじゃないかという議論を我々からしてますけど、なかなか一度iPAC がそういう権限に来るとなかなか話してくれなくて、新しい原子を見つけるという時の命名についてなかなかiPAC は影響力を及ばせきれてません。ただちょっとずつiPAC も情報してくれてて、iPAC の意見も聞くという状況にはなりつつあります。というわけで、ケミスリーの方がお金も組織もよっぽどしっかりしてて、フィジスというのはどうも兄弟に見ても物理学者の方がどうもそれだ理研に疎いですよね。ちょっとね、いや疎い人が多いような気がします。で、そうやけですけど、 iPAP の私はバイオロジカルフィジックスのチェアをしています。で、実は iPAC というのはケミスリーで、バイオフィジックスは iPAB です、 B で、だからバイオフィジックスのはこの iPAC には当然入ってません。むしろかなりバイオフィジックス自体は今やはり非常に研究費も多くて、やはり非常に勢いもいいということですが、iPAP の方は割合こじんまりした感じでなんですが、そこに、こう20個ぐらい文化がありまして、大体、科学教育とかそういうこともあり、物理教育なんかもありますので、研究領域でいくと15ぐらいの領域をカバーしています。で、実はバイオロジカルフィジックスはもうずっと歴史があるんですが、ソフトマターはまだ文化を持っていません。これも今年度 iPAP の我々のコミッション全体ミーティングで、どういうソフトマターを独立したコミッションにするのか、あるいは別の扱いするかというのを今議論を行っている途中です。で、皆さんになぜこの話をしたかというのは、物理学者というのはもう少し帝国主義的になってもいいんじゃないかというのを今日直に話したかったんですね。科学というのは分子式のぞい科学式のぞいた科学じゃない。生命科学というのは生き物でないものは生命科学じゃない。宇宙も地球も全部そうですね。全部ターゲットがあると。物理というのは何でもいい。要するに真理さを探ることさえさ物理になるので、科学でも生物でも何でも実は物理としてのターゲットになりうるし、実際は学問の発展に貢献してきてるわけですね。けれども量子科学という部分はもう物理から離れていってしまったとかね。あるいはワトソン・クリックがせっかく二重らせんをその当時最先端の X 線解説という方法で、決めて、もうあとはセントラルドグマというのはもう物理とほとんど関係ないように思われちゃうというようなことがあるんですけども、実際は学問の発展にあらゆる学問発展に物理が関係してるから、あまり例えば物理の学生が多いと思うんですけども、狭い意味の物理にこだわる必要なくて、自然科学全体のにやはり物理としていろんな領域に寄与するところがあるから、そういうところに思い切って興味を持って分離ということをぜひしてほしいなと思っています。で、私の方はですから iPAC の立場から、これはメディカルフィジックスとの国際会議、今年の秋、9月に、イギリスでやりますし、それから来年度は北京でバイオカフィジックスの国際会議をやったりしますが、これまたいずれも私が今こう支援しながらやっているということで、特に例えば谷森さんなんかやっているような医療と粒子線との関係、そういうのでも物理学者がやはりもっともっと関係する必要があるんですね。やっぱ素人だけではやっぱりそういう治療方法も発展しません。
だからそういうもう少し多少いい意味の帝国主義的になって、そういう時に物理学の知見をどんどん広めていって、単に広めるだけないし、それをで新しい物理学を作っていくというようなことをぜひ若い人には心得てほしいなと思いまして、ちょっとここ話をしました。あと、10分足らず、この話題を終わりましたので、もう一つの話題にお話をします。でもう一つは空間が連続か不連続かと、分かりやすく言うと生物の形態形成を考えるときに、普通のラプラシアンであるようにこれ実数連続の空間座標を考えるのか、細胞の塊であるというものを考えるのかという話です。で当然この場合もスーパーじゃなくて DNA はサブ、これも従来は形態形成の理論は空間のコンティニュアスですけれども、ディスクリートがの重要性を強調したいという意味を込めてこういう書き方をしています。で皆さんご存じに、多分言葉として聞かれたことあるんですが、チューリングパターンというのがありまして、一つ一つの細胞はロングレンジは見れない、目がないので細胞の中で個体の中で自分がどの位置にあるか分からないはずなのに、こういうパターンが作れると。でそれはなぜかということで、チューリングが、形態形成 の数学的基礎というわけで、半世紀以上前に仮説を出していると。これは皆さんよく知っている今皆さん作っているチューリングノイマン型のコンピューターのモデルを考えたチューリングと同じ人です。だからブルーダイスを使ったら計算できますよと言った人ですね。その後、彼は生物の形態形成の数理的モデル、僕が言われた数理物理的モデルを作るために、その後彼が一番関心を持ったのはその領域なんですね。で彼まだ今現存する理論の中でほとんどこれが唯一なんですね。要するにロングレンジのパターンがどうして生まれるかという理論に関しては、でポイントは、インヒビターがロングレンジのディフュージョンするので、その拡散長ぐらいはインヒビットするので、その長さがこのパターンのレングスケールになるというのがこの理論のエッセンスです。ところが、多くの生物学者はインヒビターとしてのモルフォージェンのロングレンジディフュージョンというのはあんまりありえないんじゃないかというようなことを例えば言ったりしてます。でこれは京大 の、 ウイルス研の影山研との共同研究なんですけど、これも例によってこんなことは出ますということで相談に来てくれたのでモデルを作ってみたという話なんですが、ポイントは皆さんのあらゆる脊椎動物の体の形成される時の現象です。どういうことかというと、受精卵が2分割4分割してずっと細胞分裂していきますね。であるステージで頭ができて尻尾ができると、その先に体質ができていきます。でこの体質ができることによって、ここに心臓ができて肺ができて胃ができて肝臓ができてということが決まってきます。でこの体質ができてくる過程が非常に面白いのが、後ろから波が伝わって頭の方へぶつかって一つずつ体質ができると。この波は何かというと、細胞が3時間ぐらいの周期で非常にアクティブな状態と休止した状態のリズムを刻んでいると。細胞は移動しているわけじゃなくして状態が移り変わっているという現象です。でこれを動画がなかなか映る、まあいいわ、はい、いいです。でこれこういろんな動物によらず、こういうのに尻尾からいって一つずつぶつかっては静止パターンになると。で実は太田さんの前でこういうことを言うのは恐縮なんですけれども、トラベリングウェーブが起こる条件とチューリングが起こる条件は全く違っています。パラメータ領域が変装を増やして無理すればこういうことできることないんですが、非常にチューリングとドライブグリルを混ぜるのはかなり数理的にモデル的に不自然です。でそういうわけでもう少し違うモデルを考えてみようと。あ、ここでいった、これでいけたよね。これが2時間ぐらいの周期で尻尾は伸びながらリズムが刻んでいって、衝突した体節ができているというところです。
でポイントは、細胞同士は実は基本はアクティベーターカップリングをしているということは大体分かっています。でそういうわけで、一つのリズムは刻めて、で細胞が10ミクロンぐらいのスケールなので、これを空間連続ではなくして空間不連続の差分、空間差分に置き換えます。で空間差分に置き換えて計算したのはこれです。すなわち進行波が来て、これが空間軸で、これが、時間軸です。で進行して、衝突して、進行して衝突していう形で、波が固定していくということですね。でこれは実際に、測定したものを実験で測定したものですが、こちらの方が見やすいと思いますので、こちらを見ていただくと、尻尾が伸びていくときにこっから波が伝わる、それがこれです。波がこう伝わって衝突するたびに一つずつ固定していくと。で実はこれはこうなってるんですが、ちょっと見にくいんですが、これと同じことが実験でも見れているということです。でポイントは何かというと、先ほど言いましたように、普通の空間連続の反応拡散方程式ではそれと U 分の2変数でこれを起こすのはほとんど無理ですけども、空間離散形を作ることによって非常に自然な形で波が進行して固定するということを出すことができます。これはよくよく考えてみると当たり前で、ロジスティック写像で時間連続な微分方程式だったらもうある一点に落ち着くしかなかったのが、時間を飛び飛びにすることによってカオスを作ることができましたね。総空間の次元を上げることができましたね。だから今度は空間軸もないで、空間連続というのはラプラシアンの制約が非常に厳しい。ところが空間不連続しちゃうと、そこの飛び飛びのところでどんなパスを取れるので、極めて多様な解が出てきます。で、細かくことは省きますが、初期条件とかバウンダリーコンディション、それから成長速度に応じて多様なパターンをこれで作ることができます。というわけで、やはり細胞を考えるときには、空間連続なものではなくて、空間不連続の細胞の塊で基本方程式を考える方が自然だろうと思っています。でなお、なぜ止まるかというのは話は簡単で、空間連続の方程式で推定した波面の厚みが見積もれるんですが、それと細胞の一つの細胞の大きさを考えて、一つの細胞の大きさがこれより小さい場合は非常に自然に波面が止まってくれるということが出せます。だからこれは空間連続の場合こんなこと全く出ないんですけども、空間不連続を取り込むことによって過去の履歴を取り入れながらパターンが決まっていくと。でより整理をしますと、ちょっと話が飛び飛びでお分かりにくかったかも分かりませんが、整理をしますと、チューリングというのはこのパターンは絶対安定の、この波数はもうアクティベーターインハイビターの反応速度とディフュージョンコンスタントで一義的に決まるものになります。でそれに対して我々の場合は、バウンダリーコンディションとかヒストリーセンシティブであると。だからいろんな波長、どれぐらいの長さのパターンを作るかとか、どういう形を作るかというのはバウンダリーコンディションとか、ヒストリーディペンデントにデザインできると。でおそらく私はこちらの方が最もらしいだろうと。生物はこちらを使っているにしてもごくわずかじゃないかというように思っていますが、これも仮説です。まあそういうことですね。まあこのあたり時間の関係あるので省きますが、で今のポイントは実は先ほど最初に話した DNA の話とも関係してまして、アクティベーター的に見えたものは何かというと DNA の構造転移を考えればいいと。で DNA の構造転移はシンメトリーアーギュメントで言いましたように凝縮状態と伸びた状態ありますから、フレーム味がダブルミニマムであって4次関数になると。でこの速度過程だから3次関数の対称性が出てくると。でそこから自然にアクティベーターの式が出てきまして、でそこであとは生物作られたもの何でもRNA でも2時間ぐらい経つと半減指定します。そこはインヒビター的に持ってきますので、 DNA の構造転移がアクティベーター的なもので、あとそこでできた産物がインヒビター的なものということで今の式を読み替えることができます。チューリングの場合は U も V も全部化学物質で考えているんですけども、一方をDNA の高次構造転移を置き換えることで非常にロバストな
だから体質ができるというのはこれはそこで固定されるわけですから、ロバストの変化なんですね。でチューリングの場合は例えば U とか V があって U の供給速度がなくなっちゃうとパターン壊れちゃうんですよ。だからまあロバストなことが起こせるということになります。でそういうわけでまとめですが、生命物理学展望というわけで、まあ、生き物をこのように捉えた場合に今の物理学としてまだ解けてないことがたくさんあると思っております。でここにいくつか並びましたが、その中の遺伝子発現の調節に関しては DNA 高次構造転移との絡みを今後研究すると面白いだろうと。それから、これは空間連続であるチューリングだけにアトムを使うんじゃなくして、やはり細胞の塊であるということを考えるべきだろうと。形態検査ですね。であとは時間がないので、これは、まあ、我々ニューラルネ我々の頭の中でやってることは何かということで、私自身場の演算ということを提案してますが、これはちょっと今日は省きます。時間の関係で省きます。で最後本当のわずかこの我々の動けてるのはなぜかということで、そのおもちゃを作っているのをいくつか示しました。これは液滴で化学物質の拡散ディフュージョンによるフレーナージの放出を利用して、こういう東方的な空間ではランダムウォークするものが同じ液滴を空間1次元のガラスに閉じ込めるとこう往復運動になると。あるいはこれはまあこれも液滴ですが、こういう形態を作れるし、それからこれはこれは生物の由来のマイクロチューブルですが、マイクロチューブルの密度がある程度大きくなるとミリメーター近い渦が自然にできてしまいますよというような反応になりまして、すなわち非平行揺らぎから地図をいろんな地図を作れると。これは私ども、まあ、実際の実験で示してきたので、そのシナリオをこれからもより、進化していきたいなと思っております。そういうわけで非平行揺らぎから、マクロな地図上運動がどうして出るかと、これはまだまだ面白い研究課題だと思っています。で、市川さんも言ってくれてましたが、これは、まあ、2001年の、に私が国際会議で使ったパワーポイント、実は2001年からパワーポイントを使い出したので、パワーポイントで社長を言うときにつけたものとしては一番古いものになります。で実際は兄弟へ呼んでいただいたのは98年ですから、ちょっと前なんですけど、この時まだOHP シートを使ってたので、まあ、今日はパワーポイントの一番古いものという形で示させていただきました。で、まあ、その時の雰囲気ですね。これ2008年、これは2011年の国際会議で使わせていただいたもので、まあ、こういう写真に写せてない人もたくさんおりますが、この13年ほど京都大学の理学部におらせていただいて、非常に楽しい、毎日が楽しい生活をおかげさまで送ることができました。これは全て周りを支えてくれた教職員の方々とともに、もっとさらにお礼を言いたいのは、研究室を選んでくださった学生の方、大学院生の方、あるいは博士研究の方で、皆さん共通してたのは、私が研究所のリーダーとしてはこれはちょっと頼りないなと。でこれぐらい大学教団の教授でこれぐらいでも詰まるんやったら俺はそれ以上いけそうやなと思う人がたくさん出てきてくれて、すでにそれを私を乗り越えてその先へ行ってくれる研究出身者が多数いるということで、それは非常に嬉しく思っています。で京都大学のいいところはやはりそういうところですので、もう言うまでもありませんが、湯川友永自体がそれで始まったんですよね。皆さんご存じのように、指導教授に言ったら量子力学勝手に勉強せえと言われたからあそこまで行けたと。でその雰囲気はやはり私は続いてきたなと思っておりまして、その流れに、まあ、末席でもちょっとでも京都大学理学の発展に貢献できたとしたら、私にとって、まあ、人生でこの上ない喜びだと思っております。どうも今日はご清聴ありがとうございました。
同じというのは。タンパクのホールディングに関しても、はい。いや、当然あると思いますが、ただタンパクの場合は、社会の説法ですから、より複雑になってしまいますので、全体の構造転移を一次相転移であるかどうかというようなことは、非常に不向きな対象になりますよね。個性が重要になってくると。で、私が DNA を、でしかも長い DNA を選んで示したのは、長い DNA であると、多少の GC コンテントのが不合理なのは、インホモジニアスなのはほとんど無視して全体の挙動を見てよくなるの、これ結構物理的な扱いがに向いていると。タンパクはその中間になりますので、例えばアルファエフェクスができたりいろいろする過程でも、普通 の, DNA であると、よりショートレンジでいうとヘリックスコイルになりますよね。ヘリックスコイルを一次相転移的であると言いますけれども、これは皆さんご存じのように一次元のアイデンが絶対一次相転移になりませんから、一次相転移的に見えることはあっても一次相転移は無理なんですよね。だからタンパクの場合も実際はやはりほとんどの場合がスーパークリティカル的になって、なかなかサブクリティカルなところは見えてこないような気がしてますが、ただそうは言いながらプリオンなんか見ると、やっぱりこれはプリオンなんかの議論は一次相転移絡みでしても面白いんじゃないかという感じはします。あとの時間もありますので、まずは最後に、花束贈呈を行いたいと思います。花束今日は2つありまして、1つは物理教室から、もう1つは、卒業生稲垣さん、江端さん夫妻から、はい、どうしたらいいですか。ちょっと恥ずかしいですけど、じゃあ上がってきて、上がってきて、二人とも上がってきてください。はい、じゃあありがとうございます。いただきます。どうも。ありがとうございます。